書いた人の信頼性が大切なんですね。だからまあ、書く人が嘘つきだとかね、二枚字だとか、そういった場合は別にそのブログ見なければいいわけですから。ですからまあ、そういう意味ではね、えっ、ー、と、私は自分の誠意、科学者としての誠意をまあ、一応認めていただいている人に読んでいただきたいっていうことなんですね。それがまあ、ひばりクラブのクラブ委員ということになりますね。もちろん批判は全然結構ですけども、 まあそういう意味での私はできるだけ偏りたくないというふうに思ってるんですね。それで、まあ、2014年の世界の富裕層と一般層のデータを見ますと、これはだいたい世界ではやっぱり人口パーセント、人口ごとに調べてるんですね。お金持ちの人、それから一般の人っていう人に中心があるわけですね。で、まあ、だいたい8.6%の人の資産が全体の85.3%。だからほとんどは、 上位10%以下の人が、ほとんど世界の富の9割を取っているって感じなんですね。それから一般層の人は91.4%、まあおられるんですけど、まあ、その人の資産の合計が14.7%になりますね。まあ通常はアメリカドルかなんかで計算して、なんとか超ドル、ありますけどね。えー、まあ,あ、富裕層がほとんど財産を占めていると、まあ、いうふうに言えるでしょうね。まあ、これに対して、 日本はですね、まあ日本ですから我々最新のデータ、それでもやっぱり2020年ぐらいがせいぜいですね。まあそこら辺のデータをずっと見ますと、今度は日本のデータではね、世帯ごとに調べているものが多いんですよ。まああの、外国一般って言いますとね、世帯なんていうのは大体概念がなかったりしますから。だからまあ、日本では世帯ですね。で、富裕層、富裕層の世帯は8.7%。これはあの日本で世帯っていうのは正しくてね。 えっと、例えばアメリカ取りましょうか。アメリカはまあ18歳になりますとね、子供は家からまあ基本的には出るんですね。で、もしも18歳以上でも自分の子供を扶養しようとしたら、家庭裁判所に申請して、扶養の許可を取らなきゃいけないんですね。つまり、無理やり、あの、18歳以上ったらもう大人、一個人ですから、えー、個人を扶養するとおかしいんですね。 ですから、まあ、大学の授業料も、まあ、そういうことで、親が払うっていうことは、まあ、あまり、それほどないんですね。ですから、どうしても人口でいかなきゃいけないんですけど、日本の場合は、あの、世帯でやるっていうのは、もう、18歳で大学に入っても、ほとんど大学生って家から帰ってますよ。ご飯も当然、お母さんが作ってくれたりね。授業料も、あの、親が出したり。それから、結婚するまで、35で結婚するまで、ずっと親のところに住んでるなんて言いますからね。普通ですからね、これが。 ですからまあ、そういうことで、えー、富裕層という、あれが世帯ごとで決まってる。つまり一つの世帯は同じような生活をしてるってことになりますね。それで富裕層がやっぱりこれも8.7%。近い統計があるものを拾ったんですね。それで異常なデータではないという。これなかなか難しいんです。一般層が91.3。しかし、資産の比率はですね、世界の平均と大きく違いまして、 えー、富裕層が37.38%、40%ぐらいですね。40,60って感じじゃないですか。ざっと言いますとね。だから、世界全体は85と15ですから。それから見たら、富裕層が40で一般層が60って言うと、まあ大したもんですよ。やはりまだね、日本が、えー、競争社会になったとか言ってもね、まあ世界の平均から見ますと、まあ日本は、えー、古代の時代から奴隷もいなかったし、 非常に平等社会だった。江戸時代の死の交渉でも、最近の研究を見てますと、毎日食べるものは武士よりか百姓の方が、豪華だったというふうなデータもありましてね。まあそういうものを引き継いでおります。この平等性の高い、国ってのは本当にいいですよね。住んでてね。まああの、世界ですと、これはアメリカとかね、西ヨーロッパの影響が非常に強いんですけども、富裕層に入らないと人生が負けになっちゃうって言うんですね。 ですから競争が非常に激しくて、で、富裕層になるともう必要以上のお金を貯め込むっていうことになりますね。あの、よく言われるように、世界の富豪と言いますとね、えー、大体資産が、まあ、1兆ドル、まあ、350兆円というかですね、何百兆円っていうのは桁になったりするんですね。まあ、日本の場合はまあ、何十億円ぐらいが、まあ、超富裕層ってことで、だいぶ桁が違いますね。 そういうことで、えー、日本は日本的な社会であると。と日本的な社会が発展を妨げてるんではないと私はこのデータをずっと見て思いました、えー。つまり、アメリカとか西ヨーロッパが非常に賃金が上がってるっつっても、それは超富裕層がより富裕になったっていうことだって、普通の人は一般層ですから一般層が90%いるわけですから、えー、昨日示した平均賃金の上昇っていうのは、 西ヨーロッパ、アメリカの場合はですね、富裕層の実は賃金の上昇が、まあ、ほとんどっていうか全部以上なんですよ。ところが日本の場合はですね、富裕層の伸びが少なかった。まあそれでも少なかった。だ,だいぶ多かったですけど少なかった。だから一般層の伸びがないと、結局あまり変わらなかったんですね。ですからこれはどう考えるか。まあ皆さん考えてほしいんですけども、えー、単に昨日のグラフを見ますとね、 これは日本がダメなんだ。おつらくしてんじゃないかってことになるんだけども、決してそうじゃないかもしれない。これ、もう少し検討してみなきゃいけないんです。このグラフだけで、この表だけで考えちゃいけないんですけどね。ということで、まずは、これ基礎データですからね。えー、っと、世界は富裕層がほとんどお金を握ってる。これがどん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 稼いだお金が富裕層に流れて、一般層は無しかすると、よくまたこれから調べていますが、 むしろ日本よりか賃金が下がってる可能性が高いんですよ。だから日本の場合はやっぱり富裕層は伸びましたけれども、それでもまだ一般層が相当資産を持っているような状態。まあ資産を持ってるのはだいまあ、給料からまあ、使うべきものを使って残ったものっていう感じですからね。まあ余裕度って言いますか。まあそういったものが60ということですから、えっ、ー、と昨日のグラフと今日のデータをじっくり見てもらってですね、 あの、結果的には私の今の見解は、それでも日本に問題があるってことなんですが。<laughs> だけども、とりあえず自分に都合の悪いデータっていうかね、重要なデータは自分に都合のいいとか悪いとかないんですよ。私の目的は真実に迫りたいってことですからね。まあ、皆さんな、いつもね、すぐね、僕に対して、武田は得だと思ってやってんだろう。そんなことありません。もう昔から、若い頃からそうなんですけど、今は特に歳も取りましたんでね、自分のそのとこなんて考えてませんよ。 だからまあ、このデータは二つ見れるってことですね。一つは、やっぱりアメリカとか西ヨーロッパが栄えたのは、経済が発展して優秀な人が富裕層に入って、富裕層の方に金が行ったと。だから社会は、やっぱり競争社会にしなきゃいけないんだ、という見方が一つ。もう一つは、実はそうじゃなくて、アメリカ、ヨーロッパの賃金が上がってるように見えるけど、これは平均したからそうなったんであって、ほとんどの富は富裕層の方に行っちゃってると。 だから実は一般層は貧乏のままなんだともっと日本が悪いかもしれない。それから見れば日本はですね、平均としては発展しなかったけれども、まあ一般層も非常に6割取ってるんで、やはり本当の生活は日本の方が良くなったんじゃないかっていう見方もあると。まあいうことで、今日のところは、それをまあいろんな人が考えていただいたり、またコメントしていただいたりしましてね、私も多角的に考えてみたいと思っております。